旧正大阪商科大学は1928年に設立された公立の旧制大学。略称は大阪商大。本校では私立大阪高等商業学校など全身の諸校を含めて記述する。右が大阪市第1号館、左が大阪市第9図書館。2006年撮影。 本館は1988年から1989年に大改装された大阪市第二号館2006年撮影1987年に大改装された大阪市第三号館1991年撮影後地に全学共通教育旨は立つ1899年文部省は管理 第二高等商業学校の設置地を神戸市に内定。大阪市は同年9月、文部省招集の全国商業学校長会議で大阪への交渉設置権議案の可決を取り付けるなど巻き返しを図ったが、翌1900年1月の帝国議会で大阪への管理交渉設置権議案は否決された。大阪市は独自に 高等商業学校を創設する道を選択した。明治37年当時の交渉体系比較図、大正9年当時の交渉体系比較図当時の大学令は、公立大学の設置を北海道及び府県に原理認め、市による大学設立を許さなかった。そのため、大阪交渉の大学昇格運動は、大学令改正運動が中心となった。 大阪商科大学専門大阪市第9図書館2000年撮影改修前カラスが辻記念比較書籍の詳細は関連書籍を参照のこと大阪商科大学60年史24ページから33ページ大阪商科大学60年史141ページから142ページ有恒会ネ100年史41ページ有恒会ネ100年史41ページ ありつね会百100年誌48ページから49ページ。山田工作作品全集第6巻143ページ。大阪商華大学60年百258ページ。毎日新聞1943年11月16日夕刊、紀けヤマトの清流に。大阪市立大学法学部創立40周年。記念234ページ。柳川栄二校。 有恒会百0 0年誌392ページ、山形旧志向。大阪市立大学百年誌全学編369ページによれば、無試験編入は、不公平と、朝日新聞、声欄に苦情が載せられたため、大阪商科大学60年誌403ページ、漢字表記のみ変更。大阪商科大学60年誌109ページ、ありがとうございます。